まあ喋るよ。俺の方が喋んねえよ。うるせえから、はいはいって。いいわよ、いいわよ。その人は違うんですよ、多分。キャンプしてるんですよ。うん、実は。なんかね。赤がなんかの変なのよくあるみたいね。エイジリアンが違う。頼んでないんじゃない今日は。頼む。食べるんだったら頼むよ。うん。頼む。食べてから。すごい暑いか。お前病院ってどこなの？病院は、なんていうの、千原台です、うん、はい、だけど、千原台ですけど、比較的、うん、ウグイスラインからこう行く、登ったらすぐ捨てる、はい、近いですよ、まあまあ、うん、あそこが一番いいんですよ。俺、千原と思ったのが、ずっとここに行くのかと思ったの。カーツさんも、マサイさんもここ行ってるんですよ。いい先生です。マサイさんもここ行ったの？確か。マサイさん、すごいわよ。俺そういうのあんまりマサイさん見たことない。いや、目が出たの。マサイさんは目がダメっていうか。多分ね、基本的に自営なんだよね。おかわり。そうかも。これにおかわりさ。誰が見るんですか。そういう体でやるんだよ。あれは時間と金がとりあえずなんか真似ですよね。真似だよ。テレビの真似から入って時間をかけないとなら無理よ。あれもね、やっぱ緻密なブローカーって言われる。でもやっぱ芸能人の YouTube には勝てないですよ、一般人の。いくら売れてる人でも。あれって芸能人も個人じゃなくて、それでも事務所が使ったら事務所でやってる方がいいし、個人のもの個人でやってれば多分事務所でやるんじゃないですか。あのこれ個人でやっていいっていう場合だと折半でやるからスタッフ出してやるんだ。基本ね、芸能人あたりだとあれ一人じゃ無理。絶対無理ですよ、うん、編集する人間がいないと編集に時間とお金がかかるから基本的にやっぱり間違いない。だって朝倉未来のスタッフなんかみんな友達なんだけど月500万の、うん、見たらすごいですよね。500万まあ出来ながらなんだけど、その代わり常に考えてて次のネタにするかって。いや地獄っすよ。呼ばれたら行かなくていけない。500以上の仕事してると思います。おいしい。あ、やめて。はい。
欲しいですかって言わなくてもいい。うわお。あ、いや、素敵。7ね。でも、本当にそれだったら、カなら俺はいいと思ったんだよ。ただもう始まるから、前みたいに、秋口になって、あそこに6人ってやるんじゃなくて、行きまくりになるっていうか、だってどうすんの？あそこしょっちゅう3年の9時をメインにするのに周り枯れないよ。そうですよね。どうする？僕もそれは思った。じゃあこれ、伸びていくとどうするんですかとか。ずーっと取るの？だからもしそれだったら今度逆ですよね。そうですね。練習でさ、一筆で60って枯れる場所を思い考える。練習で。それか、60となるように助走になります。例えば、俺あそこでいいんじゃないですか。13番なの土手とか。まあでもあそこただの土手だから無理ですよ。13番は土手って考えてる。ありがとう。ありがとう。レギュラーだから、そのなんとかあんみたいな。いいですか。まあ、すごいじゃん。そういうことはいいことですよね。可能なもの。その代わり60って書いたら来年は買えないと。まあ、いや美味しい。社長これでいいんですか。どうしてやろう。どっちが美味しいかな。いやこっちも美味しい。油が美味しいですよ、ね、そんなにさ、すごくないんだよな。そんなに長くても見てるずっと一応押しっぱなしです。取れていれば、ね、電気ついてから取れてる。1時間も経ってた。アイフォンは大丈夫だよ。アイフォンに変えた方がいいよ。悩んでる。充電の動画ダメで。てかあれ行ったことない。なんか格安の契約に行った方がいいの。アハモとか。はい。全然違いますよ、ね、なんかだけど電波がな電波全然窓口に対応してくれないっていうこともある全然いいじゃないですか、なんかネットの窓口ネットよりでただネットモーチなのに困ったよネットモーチなのネットモーチ絶対何得意だろうない2700円でしたっけそうですよねで20ギガかなんかで通話料ただ5分あ5分以内だったら5分以内だったらダメだった今の携帯って何ギガ多分俺なんかでも36ギガぐらいあるよな20ギガ、20ギガじゃ少ねえだろまあ多分20ギガって20ギガで絶対あまあそうっすね僕俺な Wi-Fi 6で余ってますえ6でそれは Wi-Fi のところがそれはそのギガはネットのギガだあそうそうそうあ携帯の携帯の容量自分100いくつ100なんだろうそんな契約してんのしてます高いお金は出たいですそれは違う携帯あ本体本体そうですねなんか動画とか撮ったりするんで全然ないだろ大きくしとかないとあのねもともと持ってるあのね容量一番最初に俺が iPhone に契約した時は16だったあそうですね8もあったじゃないですか8か16それがみんな写真とか持ち込むわけじゃん次に携帯にそうするとギガ数が多くないからあのだんだん携帯が大きくなったからもう今200とかさ160ぐらい160ぐらいあれはいいやり口だよなで携帯本体が高くなるわけだよ
だけど今、アップルで、月々140円なのね、50ギガまで。本体でやりますか？違う。もうギガ数、その iCloud を借りれるわけよ。50ギガまで。そうすると、まあ年間で言うと、1600円ぐらい。じゃあこの容量を大きくしなくても。だから容量は、容量買っちゃった方がいいと思う。お前の容量がどのぐらいあるか。そうです。だからよく動画消してますから、昔のは溜まったら消してって、メールも消して、はい、メールなんか大したのは動画なんですよね。あるただ、撮っとかなきゃいけないものとかも出てくるわけじゃないですか、どっかで。で、そうやってくると、必ず携帯本体のギガ数が上がってくるんだよ。パソコンにさ、移してさ、やらない限りは。まあ、うまいこといいシステムだよ。でも絶対その今やってる携帯料金下げてるやつらに行った方がお得だと思いますけどね。間違いない。ただなんかドコモメールとかは使えなくなるんですよね。ソフトバンクメールとかあんなのいらねえの。いらねえ、変えちゃえばいいんですよ。いらねえ先に。ただ年配の人って分かんないからできなくてずるいっすよね。あの契約方法あらずるいと思う。俺だから次の携帯会社の儲けはそのギガ数で今度儲けられる。あもういたちごっこだ。通信料じゃもうお金取れないわけじゃん。そうですね。暖房です。暖房みんな NTT の総務省もこれ来て何言ったと思ってるでしょうね。いつかやられると思ってながら来てるはいるんだろうけど、あの更迭された方はもう事務次官決まってたんだよね。やっぱその下にいる人たちは締め締めですよね。もう天下りだってもうひどくなとこ行かれない。あの方はリークしたのはその下のやつとか間違いないだろ、怪しいっすよ。いつかこれ食べて橋本先生、あの橋本徹でしたっけ、うん、が、いや、ほんと文春はすごいですよね。政治家よりすごいと。やっぱ政治家なんかいらないですね。文春があればいいんですよ、みたいなこと言ってます。知ってるだけです。ま、あの基本的な潜在能力はこんなもんじゃない。飲むと全然ちゃうの。全然ちゃうの。死にます。飲んでなかったら。え？飲んでなかったらもう鼻水止まらなくて、鼻かみじゃないですか。毎日？鼻かんで、もうこの辺が歩けてます。もう噛みすぎて。毎日？毎日。毎日飲まないけど。朝晩飲んだ。注射やってない。いつも本当は鼻の粘膜を焼くんですよ。治療で。で、そうすると鼻の通りが良くなって、薬も1日2回を1回にできて楽なんですよ。だけど今回は鼻の粘膜を焼けなかったんで、コロナで。だから薬を今、まあ、ちょうど今日の夜で終わっちゃってたんですよ。まあ、絶対今日取りに行かなきゃと思ってたから。じゃあお前の命だね。今命。もう多分みんな多分思ったら、花粉症の人は薬が切れたらどうしよう。うんうん、はい。
12月の17日ぐらいから。そうなの、ね、あの早めに飲んどかないと入れなくなってくるんですよ。そんなに出してくれるの？出してくれる。半ヶ月ぐらい。あ、その3、1ヶ月しか出さないから、12月からもう病院行ってたんですよ。もう花粉症の症状がなくても、うん、毎年怪しいなって思って、12月にしっかり飲めっていうの、花粉が出てなくて。で、多分今回これ始まったのは2月の中頃ぐらいですか。花粉飲んどくだからまだちょっと楽です。うん、俺もだからマスクしてるから花粉があんまないのかなって感じるもん。じゃあ僕これ以上向いてないんですか。お前多分日本向いてないんだよ。東京の方がもっとひどいやつだよ、多分。これ以上で死にがあるから大変でしょ。東京の方がずっと大変だ。多分東京はよ、流されないじゃん、浄化しないじゃん。こっちは土とかあるからね、まだ。とんでもない部分があるじゃん。多分雨で落ちたのも、また上がるわけですよ。なるほど、多分。もう、外になんか絶対打てないっすよ。ああ、そうっすか。お前の家は空気清浄機あるの？やっぱあるんだ。あると違いますよ。いや、当てして、当てにしてないです。やっぱり。うん、ない、あと。ダイソンもいいんじゃないですか。やっぱダイソンが一番いいですかね。いや、そのほか。いや、やっぱダイキンとかの方がいいと思う。ダイキンは多分、俺は一番いいと思う。エアコンも多分ダイキンの方がいいですよね。エアコンもダイキンですよ。今、あれを、パナソニックの件もダイキンが作ってる。そうですね。あ、そうなんですか。なんかうちの嫁がもう空気清浄機、空気清浄機って言うからダイソンも嫌だったの。だからなんかエレクトロラックスとかってあるの、あれがなんかいいらしいんですよ、仕込みもね。そしてコーヒーは飲むか。最近さ、プリンは、もう私も今日はプリンがいい。毎年花粉の特に呼びに買ってる、買ってるんですけど、3本ぐらい。あ、大丈夫です。これを綺麗にするんだ。すごいですよね、あんなに綺麗になっちゃうな。でもそれが好きでやってるかもしれません。好きでやってるこれを磨いたのが好き。どのくらいかかるのか大きいですね、時間が。今日はやりたいやるなやってるかもしれない。いや、これも外のね、洗濯機みたいなもんちゃうよ。あれが多分これ洗う機械じゃないかと思うんだけど。これは多分砂でやるんですよ。けますんですよ。コロコロして、回転して。でもすごいわよね、これ起こっちゃう。この周りがね。香りも良かったですね。じゃあ終了します。終わってる。